の長官、ふざけた命令しやがって。当初の兵站拠点作りの作戦を放棄して森に入る巨人を食い止めろだと？目的も何も分かりやしねえ。ジャン、それじゃあどうするの？どうするって、そりゃ命令に従う。巨人を森に入れない。お前もそうするべきだと思うんだろう、アルミ。何やら分け知り顔だが。そもそも作戦の本当の目的が何であれ、団長はもっと多くの兵に作戦を教えておくべきだったんじゃねえのか。こんなやり方、余計な死人を増やすだけだろうか。いや、団長は間違ってないよ。非常かもしれないけど、僕はそれでいいと思う、ジャン。僕は大して長くも生きてないけど、確信してることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。前方より巨人接近！し、行くぞ、アルミ。巨人接近！ここで食い止める！私も行く！各員、戦闘開始！頼んだよ！私も行こう。森の入り口の守備は防衛班が担当する。各班は防衛班に近づく巨人を排除せよ。巨人を森の中に入れなきゃいいんだ。防衛班がやられて巨人が森へ入ったら僕らの負けだ。死守しないと。頼んだよ。分かったぜ。頼んだよ。了解。できた。巨人が森の入り口へ接近。できた。こんな場所じゃ立体機動装置が活かせねえ。所管、どういうつもりだ。落とせたぞ。僕だってやってやる。頼んだよ。僕だってやってやる。この辺だ。助けが必要だな。あっちでクリスタの班が苦戦してるみたいだ。やったぞ。どうしよう。
要だな。怖くなんかないぞ。助かりました、アルミン。私たちはここを守ってればいいんですね。頼んだよ。了解だ。同期の連中は無事だろうな。頼んだよ。救援要請か。待ってろ。こっちの班の援護行け。ここは俺たちに任せろ。はい。おい、クリスタ、お前についていくよ。あの縁談、助けが必要だな。頼んだよ。分かったぜ。チクショー、負けてたまるか。シンペ、無茶するなよ。すまねえな。ここは俺たちの班が守っておく。ああ、頼んだよ。頼んだよ。分かったよ。物資の運搬中に襲われるなんてまずい。援護してくれ。ベルトルト、今助けるよ。助かったよ。これで任務を果たせる。守りを固める。ああ、頼んだ。頼んだよ。分かったよ。僕だってやってやる。突破されたような。巨人が来るぞ。頼んだよ。任せた。各員、巨人を一匹も森へ入れるな。死守せよ。怖
俺たちを無視して森へ向かっていく。まずい、止めなきゃ。かかってこい、アホ。巨人め、来やがれ。やったぞ。負けるもんか。頼んだよ。わかったぜ。任せた。負けるもんか。頼んだよ。ああ、任された。負けるもんか。頼んだよ、頼んだよ。分かった。作戦はまだ終わんねえのか。やってやる。頼んだよ。任せた。今ならやれるはずだ。
かなった。てめえ、びっくりしたじゃねえか。エルヴィン、仁王像。方角は全方位から多数、同時に。なんだこいつら、一斉に森の中に。おいてめえ、さっき何かしやがったな。戦闘開始。女型の巨人を死守せよ。帰還せよ。やられたよ。なんて面だ。てめえ、そりゃ敵には全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか自分ごと巨人に食わせて情報を抹消するとは。